はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、モンスター厳選ですね。厳選するモンスター、後ろに見えてると思います。ドラギアンバーですね。ドラギアンバーを今日は厳選していこうと思います。まだね、おしゃれさん持ってないんですよね。でも、普通のやつは使ってます。バイキルトあるので、ものすごく使いやすいんだよね。うん、バッファーとして使える。んで、奇跡の拳も覚えるので、なかなか使い勝手がいいんだよな。まあ、とりあえず、頭に何かを被ってるよね。うん、帽子は被ってると思う。あとはなんだろう、あ、サングラスだ。サングラス。帽子サングラス。あとはなんだろうね。まあ、とにかく、ここで、厳選していきます。うわ、見えにく！でも、まあ、よく見れば、頭に何か被ってるっていうのは、わかるかな？うん。これはあれだね。スライムと一緒で、個体が小さすぎて、見えないタイプやね。うん。で、ドラギアンバー出ても、頭の上に、宝箱マークがあるんで、ややこしいっていうやつだな。うん、まあまあ、とりあえずここで、厳選していきます。これは見えない！あれ、被ってない？被ってる？ちょっと待って。あー、被ってる、被ってる、被ってる！よし、ちょっと待って。よっしゃ、オッケー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 。うん、なんか帽子被ってたよ。ちょっと待って。お前は別にいらないけどさ。せっかくなら倒したい。もう動き早っ！動きえぐいね、こいつ。これ確実に仕留めないとこれダメだね。まあまあ、とりあえず、1体出ました。これはわかりにくい。本当に見えにくい。これ被ってない？赤赤赤赤赤赤。よし、来たー！赤来た、赤来た。オッケー。赤と白と、緑か黄色があるんじゃない？帽子の色にさ。で、サングラスじゃないの？ちょっとわかんないけど。で、あれだね。厳選ね、この辺で下がいいわ。この辺ですると、見えやすい。下からはちょっと見えにくかった。では、セーブロードでまたやります。お、また来たんじゃない？これ赤だね。あ、わかった。これね、赤が多分出やすいわ。おそらく。武器と一緒で赤が多分出やすいと思う。うん。じゃあ最初に出た白は意外とレアだったのかもね。これは被ってるね。被ってるね。オッケー、白白白。よかった。もう全然出なかったからさ、出ないか心配した。よし！オッケー！いけたー！もう夜になりそうですね。じゃあもう少ししたら昼とチェンジしましょう。開始から45分ぐらいが経ちましたね。出ない！後半ほんと全く出てないよ。いや、俺の目が悪いとかじゃなくて、これほんとに出てない。うん、出たらね、すぐ気づくはずなんだけど、いや、やっぱ出ないわ。出にくい、ドラギアンバー。よし、久しぶりに出た。なんか色が違う。黒。黒か。あ、これ結構珍しいかもしれない。うん。黒っぽい帽子が出ましたね。多分かなり珍しい。よし、赤が出た。赤が多分出やすいね。でもさっきの黒っぽいのはほんとレアだったと思うわ。あれは多分、一体しか出らんかもしれんね。おお、コインも出た。珍しい。よかった、終わり際にもう一体出てきましたね。でも赤か。黒っぽいやつが欲しいんだけどね。できれば。できれば黒が欲しいけども。あと5分ぐらいで終わりそうですね。
それでは戻ってきました。1時間の成果を見てみましょう。あんまり出てない気がするんだよね。どう？お仲間の候補です。8、あ、違う、これは違う。あ、8だわ、8で、赤がやっぱり出やすくって、次に白で、黒が珍しいんだな。うん、そうみたいだね。で、他はないね。うん、サングラスしてるやつとかはない。これ、待て。こいつだけ、羽に星マークがある、星マーク。じゃ、バーギンだけが上級者だな。あとは、ま、あの単品のやつですね。このレベル41のやつは、金でしょう。金枠は、いらないと思う。うん、二つ持ち。あ、でも、特技は、バッドリサイタルとバイキルトで良さそうだけどね。まあまあまあ、二つ持ちはいりません。ペンドラムは、どうですか？二つ持ち、お、違う！奇跡とスタン。まあ、歌舞伎がちょっといらんかな。まあ、金枠は、お断りしましょう。では、ゾイサー。どうだ？おお！ 5 個持ち！ 5 個持ちだね。ダークスマッシャー持ってる。バイキルトもあるしね。奇跡。あー、モロハだ！モロハ、奇跡とモロハでちょうどね、打ち消す合う感じだけども。いやー、微妙かな。一応取っとくか。で、アンドリューは、どうだ？あー、4つの、スタント奇跡。まあまあ、無難なやつですね、無難。で、上級者のバーギン。どうだ？ 5 個持ちか？あ、4つ。で、稲妻切りだ。稲妻切り。でも、俺が欲しいのはバイキルトなんだよな。上級者さんだけども、バーギンとは、あー、ダメです。ダメ。2つしか持ってない。でも、羽に星マークがあるっていうのは分かったんで、いい。分かった。なるほどね。じゃあ、一番いいやつは、帽子かぶって、サングラスして、羽に星マークがあるやつ。難しいな。はい、琥珀、見てみましょう。あー、バイキルトなし。ダメだね。歌舞伎物も極力入ってほしくないんだよな。あらんな。どうだ？あー、バイキルトなし。で、二つ。モロハだしね。ダメです。じゃあ、こう、できればね、俺、黒の帽子がいいのよ。黒の帽子いい。頼むよ。バイキルト。ないかー。バイキルトなしはダメだ。使わない。奇跡スタン。まあ、やはりモロハか。黒はかなり珍しいんだけどね。お断りします。じゃあ、この2体？あ、違う！アンドリューもないんだ。じゃあ、ゾイサーだ。ゾイサーだけが、OK だね。バイキルト持ってる上に、他特技が4つあるので、いい感じ。で、ここなんだよな。モロハと奇跡がちょうど、打ち消す合う感じなので、まあ、いいか。いいか。はい、ちょっとゾイサーを仲間にしてみようかと思います。はい、ということで今日はですね、ドラギアンバー厳選してみましたけども、見にくい！本当に。ちっちゃいから、本当わかりづらいですね。これ琥珀スライムよりもわかりづらいかもしんない。これはね、やばかったです。でもまあ、5個持ちがね、1体出たので、まあ、よしとしましょう。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。